はい、今日の給食です。今日はなんか多分初めての献立だと思うんです、メニューだと思うんですが、鶏丼です。鶏丼ね。そしてお味噌汁と、あとこちらはかまぼこと白菜の甘酢和えです。山盛りですね。そしてデザートはバナナです。はい、ではいただきます。あ、美味しそう。あのなんか鶏丼って今まできっとなかったと思うんですけどね、親子丼でもなく、で、あのまずお味噌汁を飲んでからいただきます。はぁ、美味しい。今日はわかめとじゃがいもです。とっても美味しいね。もうじゃがいもがとろとろ、そしてわかめもたっぷりです。うん、美味しい。じゃあちょっと初めてのね鶏丼行ってみたいと思います。すごい、あのなんていうんですかね、あの牛丼の鶏肉バージョンっていう感じなんですけど、この上にはおのりと、あとこの緑がなんとピーマンなんです。すごいね。あのこうお醤油っぽい香りもするんですけど、ピーマンの香りもすごいしますね。丼物にピーマンって初めてですね。いただきます。本当にあの豚丼の鶏肉バージョン、意外とピーマンが合うかも。うん、美味しい。なんか麺が染みちゃって、はい、ではかまぼこと白菜の甘酢和えいってみます。きゅうりも入っててね、美味しそう。美味しい。うん、美味しいです。うん、うん、美味しい。あのよくお家できゅうりとわかめとタコとか入れて酢のものとか作ったりするじゃないですか。その時のようなお味ですね、甘酢。うん、美味しい、本当に。でもなんかお家で酢のものとか作る時、かまぼことかね入れないから、かまぼことか入れてもいいんですね。美味しい。本当にこの給食ではシフトしてもお勉強になります。うん、うん、なかなかね、この丼物の上にピーマンとかねやらないですもんね。うん、本当意外と合うかも、ピーマン。なんかついさやいんげんとかね、そういうやつにしちゃいますもんね。うん、やっぱりあのピーマンがあることで彩りが、緑があって
綺麗ですね。もう本当あの給食の先生ね、こう彩りとかもそうですけど、栄養面をねいつも考えてくれて、うん、本当ありがたいです。うん、ちょうど味付けもちょうど甘みもあって美味しい。子供たちがね喜びそうな味付けですね。はい。うん。鶏丼初めてだけど美味しかったです。うん。やっぱピーマンとか海苔がねアクセントになって。うん。すごい。お味噌汁の具もねたっぷり入ってるんですよ。うん、うん、うん、ボリューム、うん、ずーっとねあの私が給食の動画撮ってるんですけど、皆さん、浅見先生も元気です。浅見先生なんか忙しくて給食の動画の時間あのいろんなとこ吹っ飛んで歩いてるもんですからなかなか撮れないんですけど、元気ですのでねご安心ください。うん、うん、ちょっと子供たちはこのね甘酢っていうかこう酸っぱいのがどうかなと思うけど、大人はもう本当に嬉しい。おいしい、おいしい、本当においしい。うん、丼にいっぱい来ても食べられちゃうぐらいおいしいです。さっぱりして、うん、酢はね体にもいいですもんね。疲労回復にもなるからね、私たち年齢のいってるものにはぴったりですね。それでこうシャキシャキで、うん、白菜とかもこうあんまり硬くてもあれだし、ぐにゃぐにゃでも美味しくないしね、本当に絶妙なこの柔らかさですよ。でかまぼこがね入るから彩りも綺麗だし、ピンクで可愛い。うん。あ、美味しい。本当に。酢の物ね、美味しいですね。はい、では最後バナナです。最近なんかあれですかね、バナナ久しぶりかな。いつもみかん缶とかが多かったかな。バナナいただきます。美味しそう。うん、甘い。うん、
バナナはね、もう本当に食べてすぐエネルギーになるっていうから、今後からもまたお仕事頑張りますね。甘い、本当おいしい。はい、じゃあ最後です。はい、今日も美味しかったです。初めての鶏丼すごい美味しかったです。味付けがねすごくいいから何でも美味しいはい、では鶏丼もお味噌汁もかまぼこと白菜の甘酢あえもデザートのバナナもみんな完食です。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。